長引く業績不振から抜け出せるのでしょうか。日産自動車がイギリスとスペインにある2つの工場の売却を検討しているとアメリカのブルームバーグ通信が複数の関係者の話として伝えました。ヨーロッパでの販売不振などが理由で売却先として中国の自動車メーカーなどを想定しているということです。日産は7月2022年度までに国内外の14の工場で生産能力を縮小する計画を発表しています。